はい、鈴木ジクサー SF250 の紹介になります。はい、今日はですね、原稿者とにかく原稿の新車とにかく褒めちぎるのコーナーとしてですね、鈴木二輪のですね正規販売店の、MFD さんのご協力でですね、今回原稿の新車の試乗車ですね、レポートさせていただけることになりました。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、というわけでジクサーですね、はい、見ていこうと思うんですけども、これ僕が以前動画でも話題にしたことがあるんですけど、非常にこうお求めやすいスズキの250のオートバイとしてですね、登場したすごくかっこいい1台です。はい、鈴木さんがすごいはっきりしてていいのがね、カラーバリエーションがそんなにないっていうことなんですよね。でカラーバリエーションそんなにないってどういうことかっていうですね、価格が抑えられるっていうことなんですよ。なので、非常にこうお求めやすくなっています。で250クラスだとジクサーとですね、あと GSX250 って2種類あるんですが、写真横から見るとですね、似たような感じに見えるかもしれないですけども、全然違うんですね。はい、GSX の方は水冷パラツインで結構車体も大きいし、こう重いしね、20キロぐらい重いです。で結構中身もギュッてこう詰まってる感じがするんですけども、こちらのですねジクサの方はまず揺れです。サックスではなくソックスです。はい、スズキオイルクーリングシステムというものを搭載している揺れのシングルエンジンということは、ちょっとね、語弊がある言い方をして申し訳ないんですけども、空冷ですね、空冷エンジンのシングルが、ちょっと進化したものということで、非常に軽くできてます。軽いで軽いのと、やっぱパッと見て、分かる感じだとですね、こうやっぱねこう隙間がこう手が入りやすいような感じですね。はい、ね。で、あと、ホイールですね。ホイールのねこのスポークがねものすごくこう薄いくできてます。こんな感じ、こんな感じです ね。はいです。はい、であとは外観的な話なんですけども、これはインド製造で、GSX の方は中国製造ってなってます。でジクサーっていう名前そのものがアジア各国の方で GSX-R を GSX-R、ジクサー、ジクサー、ジクサーになっちゃったっていうことなんで、そもそものルーツとしては似たようなもんなんですけど、非常に、ね、こっちの方がカウル的にはちょっとシンプルになってる。フェアリングも若干小さくできてる感はあります。はい、で多分なんですけど、通常ネイキッドっていうとですね、フルカウルのオートバイを前も言ったんですけどね、カウルを取ったものっていうのはネイキッド、それはそうですよね、ネイキッドっていうぐらいだから。はい、でも最近ねネイキッドって言い方そのものがなくなってきちゃってて、ストリートファイター、ストリートファイターって言ってましたけど、最近ねストリートファイターっていう単語自体もなくなってきてるんですよ。ジクサーに至ってはね最初がネイキッドだったん でそれに対してカウルをつけたっていう、そういう逆進化をたどっている嫌いがございます。そういうイメージが あります。だから似てるけれども、だいぶそのカウルをまとった姿としてはその透明に似てるけども、コンセプトとかですね、ターゲットとしているものがだいぶ異なるんじゃないのかなというふうに僕には見えますね。よっ、あ、そうか、これクラッチ握らないとダメなんだ。ゴーって言われましたね。ゴーしないと。あ、よっ。というわけでエンジンかけてみましたけども、非常にこう回り方滑らかですね。250でシングルなんですけど、非常にこの回転数の上がり方っていうのがですね、あんまりこういう言い方好きじゃないんですけど、レーシー
ていう感じですかね。あのレーシーっていうとね、なんかもうサーキット持ってく前提みたいな話になっちゃって、結構いろんなインプレでもあるじゃないですか。あのサーキットではどうのとか、サーキットに持ち込んでどうのとかあるんですけども、普通の人はサーキットには行かないから、ほとんどの人がね、もう、まあ、1回ぐらい行ったことがあるかな、体験で、みたいな話で、やっぱね、サーキット基準に話すようなレビューっていうのはね、僕いらないと思ってんのね。まあ、そういうバイクだったら、まあ、別としてなんだけど、はい。っていうのはいいとして。そう。で、そうね、きっとね、フェアリングをつけて、このようにですね、スポーツ、フェアリングにしてみたっていうようなですね、そういうイメージは確かにあります。はい。で、揺れのですね、エンジンと、あとあの足回りについて非常にこう評価が高いです。ね、ABS もついてて、足回りもしっかりしていて、バイブレですね、バイブレってインドのブレンボ、子会社のブレンボのことをバイブレって言うんですけども、バイブレンボですね、が前後についております。はい。ね、これはあの150のジグサーとこうデザインが似てますね。はい。でね、そのターゲットとしている層とあのもの自体を考えてみたんですけども、やっぱその揺れを出してくるっていうこと自体が、あの、まあ、新しい世代の人にもね、全然いいと思うんですけども、やっぱ僕らの世代かちょっと上ぐらいがターゲットになってんのかなっていうような、そういうイメージを僕は感じました。はい。で、まあ、ちょい上ぐらいの人で、まあ、昔揺れあったよね、懐かしいよねっていう人がですね、まあ、そこに惹かれて、まあ、価格もリーズナブルだし、デザインもね、開古的でもあり、新しくもあり、で、色もね、なかなかこのスズキブルーのこの深い青がですね、際立っていて、幅広い世代の人に乗れるですね、色合いになっているっていうことからですね、割とあのミドルか上ぐらいの人をターゲットに持ってきたのかなっていうような感じはします。あと僕自身、そのGSX も、まあ、あの GSX もありますけども、そのね、デザインがね、見ててもこのジクさんのデザインをですね、見てても、おじさんとして乗っても別になんか違和感ないなっていう感じしません？はい。ほらこんな感じね。あとね、こう軽いんだよね。もう150キロそこそこでしょ。ね、あの軽さは正義ですよ。あ、僕がチャラいって意味じゃないですよ。軽さは正義です。非常にね、こう軽い、デザイン的にもいいし、非常にこうね、乗りやすいポジションになってます。はい。よいしょ。よっ。あとはまあよくその、まあ、さっきね、250の GSX とジクサーの比較的なところもですね、まあ、少し触れさせていただいたんですけども、まあ、あの正直その比べる感じじゃないかなっていう気はします。はい。あの、どっちもね、そのどっちも特徴があるんですけど、形は似てるけどね、あんまりこう僕の目から見てその特徴が被ってない感じがするんですね。はい。で、あと、まあ、あの GSX250R に積んでる方のエンジンっていうのは割とあの昔からあるエンジンで、非常にこう馴染みが深いものです。で、その点ジクサーのエンジンはですね、新型なので、そういう意味だとこっちの方がまあ楽しいのかなという気もします。はい。どうですかね、皆さん、どっちが欲しいですか。どっちが欲しいですかって、どっちも欲しいよって、ね、あのただだったら欲しいよって言われそうですけど、はい。ただそのスズキのですね、すごいなって思うところは、やっぱりその買いやすさっていうところをですね、絶対こう外さないんですよね。やっぱそういう車種っていうのを必ず1台は出してくれてるところがですね、しかもその外観とか性能的には非常にこうギリギリまで妥協してないっていうですね、そういう部分があります。で、あと僕がですね、そのスズキのディーラーさんとかね、あの、まあ、イベント関係ですけども、ブース行くとですね、やっぱ一番その雰囲気がこうユーザーに近いんですね。だからそのスズキというブランドがですね、その愛されるっていうのは、ね、そういうところに理由もあるのかなっていう気はします。はい。ね、どうですか。はい。皆さん、ジクサー1台目にするにはいいんじゃないかなと思います。本当ね、
まあ、僕あの実家の家業が中古のバイク屋をやっているんですけども、まあ、僕の職業は YouTuber なんですけど、はい、なんですけど、はい、あのやっぱ250ってあのオートバイの販売の上での主戦場だと思ってます。で250のエントリーをね垣根を低くした上で、で、2代目3代目で、高いバイクを買う、高い、まあ、これも十分高いけど、あの大型車を買うとかね、そういう人ってやっぱ多いと思うんですよ。でそれをですね、その、まあ、あのメーカーさんがどのくらいあの考えてくれてるかっていうので、二輪の市場のその盛り上がりっていうのは大いにこう上下するんですね、はい。でそこであのあまりにその価格ばっかり考えてダサいの出してもあのしょうがないところでですね、非常にこう外観的にもデザイン的にも、外観とデザイン同じか、あの外観的に非常にこうかっこよくてですね、で性能的にも古い世代をこううんってうならせるようなものをですね、出してくれたっていうのはあの非常にこういいかなと思います。あと、まあ欲を言うんだったらカラーバリエーションがもうちょっと増えればなっていうのは思います。まあ、その分その、ね、冒頭に言ったように価格に反映されちゃうのかもしれないんですけども、やっぱそのそうですね、こうメーカー基準からもいいんですけど、なんかまあ、あんま奇抜すぎてもあれなんですけどね、季節を感じさせるようなデザインとかあってもいいかなっていう気は、まあ、しますけどね、はい、そういうのは出たら楽しいと思います。はい、こちらのジクサ 250SF ですけれども、全国のスズキのディーラーさん、で、扱ってます。はい、そらそうですよね。で、MFD さんも全国にございますので、 MFD さんスズキ正規販売店でございますので、二宮の動画を見たということで問い合わせいただければあの僕が喜びます。別にあの言っても言わなくても何も変わらないんですけども、僕が喜ぶっていうだけなので、はい、もし機会があれば言ってみてください。はい、ご視聴どうもありがとうございました。失礼します。